皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の福沢です。今回は2020年8月の学習アドバイスということでね、お話をしたいと思います。8月のね、学習アドバイスということで、まあ、大きく分けてですね、2つのポイントをお話ししたいというふうに思います。まず1つ目ですね。1つ目は、この8月の勉強の指針ですよね。どういうところをね、勉強していけばいいかというところをね、お話ししたいと思います。で、まずですね、8月という時期は、 まあ、いわゆるプレ直前期ということでね、9月ぐらいからだいたい2ヶ月前ということで、直前期というふうに考えてますので、その前のね、段階ということになってます。この時期までに、やはりね、結構もう演習に入っててほしいというのが理想ですね。本当の理想を言えばですね、もう過去問だったら3回ぐらいはね、回してるよという状況になってるのが理想ですね。 ただね、コロナとかですね、まあいろんな影響があった関係で、なかなかね、学習がはかどっていないよという方もいらっしゃると思います。で、まあですからね、まず、もしね、テキストベース、まだね、インプットの段階がある程度残ってるよという方はですね、そのね、インプットのところをね、早く終わらせていただいて、で、アウトプットの方にね、入っていただく。とにかく、演習を早くやっていただきたい。そういう時期ですね。 もうね、ちょっと9月になってくるとですね、なかなかこう、新しくね、始めるというのも、ちょっと時間的に厳しいかなと思うんですよね。で、もしも入ってきますし、直前対策取ってる方は、直前対策もね、入ってくるかなという時期になってきますので、そうなってくるとね、こう、時間もタイトになってきますので、ぜひ、この8月のうちにですね、演習問題を一定程度目処をつけてもらいたいかなというふうに思います。しっかりとね、演習を進めると。 という、そういう時期かなと思います。プラスアルファでお話しますけれども、直前期になっていきますと、もう、これはね、インプットの方はある程度終わってて、とにかくアウトプットを回していくという時期になってくると思います。行政法だったり民法だったりの、まあ、苦手分野、なんかね、よく知識が入ってないなという部分、こういうところをですね、まあ、きっちりね、こう追い込んでいくのが直前期かなと思います。なので、 それに向けた準備というわけじゃないですけれども、自分がね、どの辺が苦手なのか、こういうところもちょっと意識して、まあ演習やりながらですね、覚えておくといいのかなというふうに思います。はい。で、二つ目です。二つ目はですね、夏ということで、お休みがね、ある方もいらっしゃるのかなと思います。でももちろんね、あの、休みがないよという方もいらっしゃると思いますけれども、まあそれはそれとしてですね、ここでお願いしたいことは何かっていうと、 目標を明確にするということなんですね。もちろんね、あの、休みがある程度まとまってね、取れますよっていう方はですね、もちろんなんですけれども、そうではないよという方もですね、できれば計画表というか、目標というかね、そういったものをちゃんと書き出しておいてやっていただきたいというふうに思います。これからね、9月になってくると、どん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 ね、ちょっと余裕がなくなってくるかなと思います。なので、今のうちにですね、 例えば、その本試験までのね、計画でもいいですけれども、短期的には、例えばその2週間なら1週間のね、そういった休みの間の目標だったり、やるべきこと、これをちゃんと書き出していただく。そんなにね、精緻に作る必要はないかなと思いますので、だいたいこのぐらいでっていうことでね、結構だと思いますので、それをやっていただくといいのかなと思います。なんでかっていうことなんですけれども、最初からね、 計画立てて、この程度だけできれば、ともしくはね、このぐらいのことはやっておこうというふうに考えておかないと、本当にね、あっという間に有意義にね、使えないうちに終わってしまったという方が、例年多いのかなと思います。なので、大切なことは、しっかりと書き出して、それをね、自分なりに把握をしておくこと。なんとなくね、 イメージで、あのぐらいできるかなとかね、これぐらい勉強しようかなっていうふうに思ってても、現実はなかなかね、その通りにうまく進まなかったりしますので、これは結構大事かなというふうに思います。いいですかね。なのでね、8月の学習アドバイスということで、2点ほどね、お話をしました。1つ目はね、演習をしっかりとやって、なるべく追いついていきましょうというお話です。で、2点目はね、夏休み等もある方いらっしゃると思いますので、 とにかくしっかりとね、やるべきことを、そしてやる計画、これをね、書き出していただいて、明確にしていただく。このことをね、やっていただければと思います。で8月という形でね、残り時間も結構少なくなってきています。もう実質約ね、9月、10月、11月ということで、3ヶ月ぐらいね、なってくるのかなと思います。なので、しっかりとね、悔いがないようにですね、やりきるためにはですね、ご自身ができること、 そしてね、やらなければならないこと。これを明確にして、8月はね、休みというかね、遊びたいなっていう気持ちがあるかもしれないですけれども、やはりね、皆さん受験生なので、そこはちょっとね、考えていただいて、しっかりとね、取り組んでいただければというふうに思います。以上でね、8月の学習アドバイスを終わりたいと思います。また次回。